これからよろしく頼むぜ、ビルド。任せろ。こんにちは、ももチャンネルです。今回紹介するのはこちら。君の手でライダーを作り出せ、ビルドチェンジライダーシリーズ01、仮面ライダービル、ラビットタンク4。俺が仮面ライダーだ。仮面ライダービルド新登場。というわけで、ついにチェンジシリーズが発売されました。外から見たら2つになってます。パコーンって割れてる。仮面ライダービルドチェンジシリーズ、今回の箱は背が高いです。ここのビルドの写真はかっこいいです。じゃあ早速開けていきましょう。せーの、ドン。中はこんな感じで入ってます。ラビットとタンクの色で分かれてます。それとこれがドリルクラッシャー。じゃあ分からないけど合体させてみます。こうなるんだよね、確か。ここのちっちゃい穴にね、これを刺すの。テレビではね、こうやって後ろと前から来る。カチッとなった。完成、ラビットタンクホーム、イエーイ。すごく細かいとこまで作ってあります。このボタンをね、押しながらね、引っ張ったらね、取れる。ドリルクラッシャーを持たしてみました。結構でっかいです。わあ、この二人のポーズが一つにまとまる時が来たの。じゃあ詳しく紹介していきます。ラビットタンクホームはまず赤色と青色です。こうちゃんが着ている服もラビットタンクホームです。ところどころメタリックな色が使ってあります。青と赤がキラキラして綺麗です。ベルトの部分もよくできてます。とても細かいです。フルボトルホルダーも細かいです。こういうとんがってる部分は素材が柔らかいです。今回のチェンジシリーズは2つが1つになります。前と後ろが合体するから首は回りません。そこがちょっと残念です。全体にはとてもよくできてます。かっこいいです。ポーズを決めるとよりかっこよくなる。これは仮面ライダーエグゼイドがビルドに変わる時の握手です。これからよろしく頼むぜ、ビルド。任せろ。まだバイクが出てないのでレーザー乗せてみました。これは結構活かしてます。爆走バイク、ルルルン、ジェシーグ、テチャン、レブン。これからいろんなフォームが出てくるのが楽しみです。みんなも試してみてね。バイバイ。ももチャンネル、また見たら。